女子ワールドカップはノックアウトステージに突入し、日本は8月5日にノルウェーと対戦し、3対1で勝利。2大会ぶりのベスト8進出を決めた。負ける想像がつかないです。自分が積み上げてきたことを出せれば、絶対に通用する部分があると思う。まだまだこのチームでサッカーしたいし、みんなでもっともっと高いところに行きたいと思っています。試合前日の練習後、 MF 長野風花は弾むような口調で話していた。2018年末、ノルウェーに4対1で勝った国際親善試合がなでしこジャパンのデビュー戦だった。いいイメージがあったが、自信の源はそれだけではない。あの時、2018年はフィジカル的にもメンタル的にも技術的にもまだまだユースの選手という感じで、すべてが物足りなかったと思います。いろんなリーグを経験して、 いろんなサッカーを知って、自分の幅が広がったなと思います。韓国、国内の2部と1部、アメリカ、そしてイングランド。長野は妥協せずに新しい環境に飛び込み、5年間で4つのリーグを経験してきた。ワールドカップのメンバーに入ることを目標にするのではなく、世界の強豪国に勝つために鍛錬を積んできた。長野だけではない、海外挑戦をする選手、 そして日本の E リーグでプレイする選手たちも世界基準を意識したプレーやフィジカル強化に取り組み成長してきた。コンディションの差もノルウェーとの勝敗を分けた要素の一つだろう。同国は2018年のバロンドール受賞者であるエイ・ヘーゲルベルグが万全の状態ではなかった。一方、日本は23人全員がベンチ入り。主力選手たちのコンディションは良く、 誰がいつ出てもいいように気力をみなぎらせていた。試合に向けたコンディションづくりに関して、宮本智美ヘッドコーチはこう話している。監督はコンディションを上げることと、戦術を落とし込むバランスをすごく考えていて、大塚圭介フィジカルコーチやメディカル、ドクターたちと会話しながら、その中の一番いいところを取っています。全員が試合に向けて登録できる状態になっているのは、 スタッフの皆さんの力の賜物だと思います。前回大会までは FIFA フフの規定により、選手23名に加えて、スタッフは最大12名、計35名の帯同が許可されていた。だが、今大会から男子 W 杯と同じ50名までの登録が許可されている。日本は今大会に24名のスタッフが帯同している。コーチングスタッフに加えて、 分析担当のテクニカルスタッフやメディカルスタッフも万全のサポート体制で男子日本代表の戦いをサポートしてきた西吉テルシェフも女子 W 杯では初めて帯同している。ここまで参戦、自分たちのやってきた準備がピッチでうまく体現できた感覚がある。そこが日本の強みだと思うし、先につなげていきたいです。キャプテンの DF 熊谷先は今大会。 チームの準備の質に絶対的な自信を見せてきた。ノルウェーは伝統的に高さを生かすロングボールやダイナミックな攻撃を得意としてきた。日本は過去に何度も対戦。空中戦では勝てないことが分かっていたからこそ、守備のチャレンジカバーとセカンドボールへの意識を徹底した。E. ハービと S. ハウグは AS ローマで DF 南萌えの同僚。 南は二人の特徴とホットラインを警戒し、チームに共有していた。立ち上がりからボールを支配した日本は、前半15分、MF 宮沢ひなたが入れたクロスが相手のオーンゴールを誘い、いい時間帯に先制。その5分後に、相手のゴールキックから一気に日本人内に運ばれると、中盤で受けた G 半戦に中央を破られていい左サイドからのクロスを G0 点にヘディングで決められ失点。 まさに警戒していた形で決められ、大会初失点を喫したが、それも想定内だった。失点することもあるかもしれないと話していたし、失点してしまった時の準備もチーム全体でできていました、と MF 長谷川結は冷静に振り返る。失点後は熊谷を中心にエンジンを組んで確認。ノルウェーの勢いをしのいで前半を1対1で折り返した日本は、後半、ギアを上げた。